大倉三次、大倉三次、大倉三八1899年11月22日から1978年9月15日は、活動写真の弁士、新東宝社長、大倉映画社長、歌手、大見敏郎の実刑。百九十九年、明治十二年十一月十二日、長野県基礎郡あ村、南沢現、な町に生まれる。 後に、下稲郡西内寺村、現、あっち村に移る。父親は、土地の木材で湾などを削って売る木地紙をしており、天柱を繰り返す生活で、将来、畳のある家に住めるとは思わなかったと実会するほど、貧しかったという。兄弟は国見たが、うち五人は、貧しさの中で死んでいった。家族は、東京に移転するが家計は相変わらず苦しく。 これを助けるため小学校に通いながら働いた。本人によれば小学校を4年で卒業し13歳で活動写真の弁士となった。公職なトークやチャールズ・チャップリンの映画をチャップリンそっくりのメイクと衣装で解説するなどの工夫が受け頭角を表す。無性映画は弁士次第でヒットすると言われスター俳優より弁士の稼ぎはすごかった。その後 映画界が無性映画からトーキーへと移行するのを見越して収入を蓄財し映画館の買収並びに経営に乗り出す。弁士の多くが漫談等に転校したのに対し、例、徳川無性、大倉は実業家への道を選んだ。貧しさの中で育った大倉は、弁士時代から金を貯めるにはまず使わないこと、女買いをしないこと、タバコを飲まぬこと、 骨身を砕いて働き、一分の日までも読書し、勉強すること。生活に必要以外の金はすべて蓄えること。積んだら、おろさぬこと。芸の向上に魂を打ち込むことを、ザウの命としていて、弁士時代、肺結核の先輩弁士が食べ残した弁当を、自分の昼食代わりにしたほどの倹約ぶりだった。大倉は、成功してからもこの信念を曲げなかった。 後に新東宝社長となってから、弁士時代の名工場を披露することがあったが、その語り口は絶品だったと伝えられている。東京都台東区浅草の浅草地脇にある、弁士塚は、大倉が弁士時代の名優たちを検証するために、日本映画大手御社に呼びかけて1958年に、混流したものである。弁師で稼いだ金で、目黒の目黒キネマを買収したことを皮切りに、 カバン戦の三流映画館を次々に買収して、財をなす。毎朝、チェーン館の支配人たちが、前日の売り上げを麻袋に入れ、大倉邸に集合すると、そろば建てに夫人が、ピーナッツ袋一つの売り上げまで厳しくチェックしたという。麻布の小畜のカバン戦館を買収したのを機に、大谷竹次郎のチグを得る。弁士時代に、ハリウッド映画に通じた大倉は、当初は、 高級なハリウッド映画を上映したが、これが全くの不評で、投資額の半分に及ぶ大赤字を出す。この経験から、大倉は、里に入れば、里に従えと反省し、高級な洋画から庶民的な邦画に上映作品を変えたところ、大成功。こうして、唐突随一の映画工業士となった1936年、経営難にあえぐ日活が、常務に迎える。 大阪の森田佐吉と共に、東方、松竹の両者から狙われた、日活の自主再建のため中立的な存在として、経営に当たったものだが、実は記述の通り、大屋と通じていたため利益相反行為で、執行停止処分を受け、辞任を余儀なくされた。なお、公認の堀久作は、小林十三と通じていた。戦後、日活常務のため、公職追放となる。 その後も映画館を複数所有し、大手映画会社すべての有力株主となる。1955年、新東宝の株主総会での発言がきっかけとなり、同社社長の田辺総栄から公認社長に迎えられる。就任は同年12月29日。大倉は外部から有名監督やスターを招く同社の文芸対策路線を改め、中堅。 若手の内部スタッフ、俳優を使った企画第一主義にシフト。特に低予算の両機会談を色気といったエログロ路線が鮮明となったのは1957年あたりからである。徹底的なリストラとこのエログロ路線によって新東宝創建当時の監督や俳優たちに去られたが、社長就任わずか半年後で新東宝の経営は黒字転換。一方で、 話題性を持つ作品作りを目指すという名目で当時最大のタブーだった天皇を主役とする映画にも挑戦。嵐勘十郎に明治天皇を演じさせた渡辺国夫監督、明治天皇と日露大戦争は大倉も悪通り日本映画史上最大のスキャンダルともてはやされて工業配収7億円当時という大ヒットを記録する。1957年 大倉は新東方の制作姿勢について、次のように語っている。大倉は、映画スターの人気にあやかる、スターシステムを批判し、名企画なくして、工業の成功はあり得ないと唱え、映画は企画と論じて譲らなかった。エログロ路線についても、不況の時代に百発百中、損をしないのは、あの方法しかないと述べている。徹底的なワンマン体制を敷いた経営者と組りを。 受けるが、その実態は、大倉自身が企画第一主義を標榜した通り、監督やスターの知名度ではなく、企画の面白さで集客を狙うという、映画作りの最も基本的なポイントを抑えた、ものであった。大倉は、1に、スピード、2にもスピード、3はすなわちタイムイズマネーの標語を撮影所内至るところに張り出させ、黒塗りのキャデラックで、 部下町層での出迎えを受けて出社。月に2回、箱根と熱海に監督会として監督たちを集めて宴会を開いた。女優を目掛けにし、大見敏郎に監督をさせる身内ビーキをしたり、監督会ではポンと衆議を弾み、踊れと芸者し動いた。銀座のバーなどに女優を呼び、接待などもさせていた。また前田道子、高倉美幸、池内淳子ら、 新東宝専属の女優たちに、エログロ路線の中、他者には見られない戦場的な役柄を与えた。映画各社の中で新東宝の興行は最下位となって、いたが、興行成績の上位はすべて、エログロ路線だった。新東宝にはこの路線しか生き残る道はなかったので、ある。もっとも、大倉が、自社の女優を、手当たり次第、物色していたため物議を醸していたことから、 催眠術を操れた丹波哲郎は、大倉と会食した際、大倉のマナ娘に催眠術をかけてやると持ちかけた。慌てて、大倉は止めてくれと頼んだものの、これは丹波が、大倉の講師混同する姿勢に、催眠術をかけて逆に娘を物色するぞと皮肉ったものだった。あ1957年、コンピラリ証券で、主演女優の前田美智子が、 角野五郎監督から着物の裾をまくれと指示され、これを拒否。前田が志村敏夫監督と恋愛関係があったのが拒絶の理由とされるが、大倉はこれに激怒、両者を即時に首にしている。この年9月19日には1億円を横領した、権利で警察から一斉捜査を受ける。大倉は連日警察の厳しい取り調べを受けたが、 結局一人の逮捕者も出さずに不寄所となっている。1960年、高倉美幸との関係について、女優を二号にしたのではなく、二号を女優にしたのだと発言し、ワンマンぶりを誇示した。大倉は、土井道義監督がお気に入りで、この土井監督、高倉両者での主演作が多く、この高倉の徴用を妬む声はあったが、大倉と高倉の関係については、 社内では知る者も,もいなかったという。このワンマンぶりから新東方は次第に赤字体制となり、1960年に入島へとの資本合併を拡作する。社名を新東へにするところまで話が進んでいたが、大川博の会長、大倉、社長、大川との提案に対し、大倉が社長の座に固執したこと、また、東へとの交渉と、 並行してて日活にも合併を持ちかけていたことで、11月2日に、交渉は決裂してしてまう。この中、大倉が第二撮影賞新東宝の下請け会社で事実上大倉の所有である富士映画に売却していたことが発覚。老スは大倉大臣を掲げて24時間ストを2回決行。11月30日に社長を解任された。新東宝は再建を目指すが、 公認社長もわずか4ヶ月で辞任するなど混迷が続き1961年に6月に倒産。制作部門の一部は東方の下で国際放映として存続を図ることとなる。1962年、大倉は富士映画と大和フィルムを統合し大倉映画株式会社を設立。七十ミリ超大作太平洋戦争と木ゆり舞と 明治大帝後一大記、事実上は、新東宝時代の明治天皇三部作を、無理やりフィルムを倉庫から持ち出した、総集編に巨額の資金を傾注する。膨大な人馬のエキストラなどは今なお語り草であるが、演出の弱体や対策を受け止める工業網の不在から大赤字となる。大倉映画では、プロデューサー体制は取らず、大倉自身が、 すべての脚本を読み細かいチェックや指示を出していた。その後、何本かの階段映画等を経て、ピンク映画専門の会社になるが、これは本意ではなかったと語っている。1978年、昭和53年9月15日、急性肺炎のため死去。死の床でも企画書や脚本を広げ、手を入れていた。大倉同様。 ワンマン社長で鳴らした大英映画の長田正一とは個人的に懇意で知られ、大倉映画時代に制作した太平洋戦争と木ゆり舞台小森次郎監督では長田から 70mm 映画用の撮影機材を借りてこれを制作している。新東宝就任時には長田ラッパーほどではないが社内最大の第5スタジオで再建するから俺に任せろと挨拶したという。 大倉が成居した際に、葬儀委員長を務めたのは永田だった。もともと活動弁士上がりで、映画が大好きだったこともあり、企画から撮影まで、現場にこと細かく、足を運び、チェックを加えた。ことに、ナレーションの部分になると、弁士時代の得意の文体で自ら、赤鉛筆で修正を加えた。現場介入の細かさに、小川金也や石川義弘ら当時の監督たちは、 反発もしたというが、一見すると、ワンマンだが、とにかく映画が好きな人だったと実感していて、経営者としてはいただけないが、人物は良いと口を揃えている。大倉自身は、資産家であり、赤字体制の映画制作を無理に続ける必要は、なかった。大倉が新東宝をダメにしたという意見についても、先日の小林ら当時のスタッフは、ワンマンだったが、どちらにしろ。 テレビ時代になって映画産業そのものが自利品だったため倒産までの時期が少し伸びただけで避けられないことだったろうと述べている。女優を芸者扱いした、妾を女優にしたなどと終分絡みで語られることも多い大倉であるが池内淳子に花嫁吸血まで怪物役をやらせて嫌がらせをしたとの噂については小林悟、小川金也、 高橋勝次ら当時のスタッフが3人とも、本当に嫌がらせするんなら、給料だけ払って主演などさせないだろうと述べ、これを全面否定している。池内の復帰は、池内本人が新東方に持ちかけたもので、大倉のいい音の返事でなったものである。また、ケチのイメージで語られることの多い大倉だが、工業士としての経歴から、むしろ気前が良かった。映画が当たれば、スタッフに、 これで何か食べてと10万円、当時をポンと弾んだ、来客があると必ず、お小遣いとして1万円、当時を渡すのが決まりだった。この風習は、息子の大倉光彦にも受け継がれている。エロクロ路線への移行や、ピンク映画の大量生産を押し出したが、この中でも基本は、大衆娯楽に徹し、常に、道徳を根底に置くよう現場に徹底させていたという。 大倉は題名を考案する際、内容が理解されやすいことを留意し、憲兵とバラバラ守備陣のような、との題名パターンを多用。海岸バラバラ幽霊、花嫁吸血魔といった猟奇的なもの、女子プロレスの映画に、あゆつ肉体、赤いパンツというような、お色気要素を加えた戦場的なタイトルをつけるなどの手法は、若い世代の観客を呼び込むのに、大いに役に立った。 映画題名を三段に分け、あたかも三本立てのように見せたり、白黒映画に部分カラーを挿入して、天然色、大倉ラカラーと題したのも大倉らではの工業手法だった。女真珠王の復讐、1956年では、前田道子が日本初の後ろ姿のオールヌードを披露してこれも話題となった。洋画の弁士だったこともあり、洋画や、 外国の知識に豊富だったことから、海外の映画を積極的に輸入、公開した。ロシアの伝説上の英雄、イリア・ムーロメッツを知っていたことから、映画、豪遊イリア巨流と、魔王征服、1956年、ソ連を公開したほか、原始怪獣ドラゴドン、1956年、米もオークラが選んで公開したものだった。ヘビの夢を見たから、今度の映画は、 ヒットするぞといった風に、演技を担ぐのが好きだった。映画に蛇を出す趣向を好み、大倉映画の会談では、直々の指示で必ず蛇を話に絡ませた。撮影用の蛇は、撮影所の裏の空き地で捕まえてきて、撮影が終わると、ありがとうございましたと酒を飲ませて話していた。洋画の剪定死者でも、蛇が切られる、描写のある、幽霊屋敷の蛇院、962年。 フッツを即決で購入している。残酷幽霊で蛇を切るシーンでは、絶対ダメだ、切るなと命じ、仕方なく、スタッフはうなぎを買ってきて、蛇の皮を被せて撮ったという。大ラ映画時代になると購入予算が低いため、必然的に配給作品も値段の安い、B 級映画になっていった。B 級映画の巨匠王と呼ばれるロジャー・コーマン監督のエイプ第一回監督作品である。 アラク五人、拳銃、1954年、米を、大倉映画で買い付けたのがきっかけで、エイプから、コーマンの B 級回帰、SF 映画を盛んに輸入し、公開している。こういった、B 級映画を短縮カットし、大倉は、自社作品と三本立てにして、世界お化け大会などと銘打ち、見せ物工業の感覚で公開していた。このように工業のスタイルはすべて、 見世物小屋であり、これは元、活動弁士である大倉が望むところだった。お盆は、お化けとの方針から、毎年夏には必ず、納涼お化け大会として、開映画を量産。中川忍などのベテラン監督に、活躍の場を与え、石井手涼や小森次郎などの監督を育ててもいる。大倉の片腕を務めた、内藤健一によると、吉川英二の筆明で、 新平家物語という春本を表し、自費出版したことがあった。特に趣味のなかった大倉にとっては、春本作りが最後の道楽だったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。